ちゃんコンチネンタルグリップでトライしたことある？サーブやってみようか一回。まずじゃあ導入がいろいろあって、まずこの持ち方、包丁持ち、もうちょっと上から持つよ。一回手離してごらん。で、右の親指と人差し指の間あるじゃん。それをこのここに合わせる感じ。ちょっとだからこうやって持つような感じ。そう、そう。で、もうちょっと下持って、そうだね。で、この感覚でまず手首をちょっと背屈してこう動かしちゃっていいんで、面をまず下に向くようにしてください。そう。で、ボール突き。ゆっくりね、ゆっくり、ゆっくり。ちょっとパンパンってなるような感じ。そう。そうだね、もうちょっとじゃあ一回ストップ短く持とう。同じ感覚で短く持って、そうで、ちょっと手首を作ってあげて、そうおへその高さぐらいかな。おへその高さぐらいで一番力の入るところ探して、そう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 、今そこ叩けてる。うん、 OK。 じゃあベースラインに立ってもらって、正面向きでいいです。正面向きで、これ佐藤の動画でもやってるんだけど、ここのこの感覚、今ボールついた感覚でしょ。手首こうやって動かして、こういう形を作って、最初この状態から若干こう来て力をギューッと入れてって、こっちに返していく。でここの力は強くていいです。返す力は強くていいです。握る力も強くていいです。やってみよう。ちょっとこれをいっぱいやっていこう。そう。トスが遠すぎると難しい。結構自分の近くで正面でいいです。近くで正面でいいです。ちょっとグリップ戻っちゃったな。グリップが厚くなっちゃったな。うん。ちょっとこうコンチネンタル系。目安はもう本当に親指と人差し指をこう合わせて、もう本当ここのこのラインにパッとこう持ってくる感じ。力は絶対的に多分入らない、この状態じゃ。そうで、これ手首とかをずらして、ここの感覚っていうのは訓練が必要なんで、ここって多分上腕の方からのこの筋肉使うんで、うん、この動きで、まずこれで叩く練習が一番大事なんで、そうそうそう、今いい感じ。ちょっとオッケーオッケー、うん、もう一回ボール突きしよう。今若干右を触る感じが強いんですね。こうやってこういう感じが強いんですよ。これをイメージ、ちょっとこう左側を叩く、左側をこう叩く、上から突くんだけど、なんとなくこういう感じ、気持ち、こう手首そのままで、手そのままでグイッとやって、ボールのなんとなく左側叩いてるわ、分かる、これ、うん、これ右、はい、今こっちタイプっていう風に、こういう感じが、ちょっとこっちに、向こう向こう向こうっていう、右側に右側に右側にっていうイメージ。そう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 、そう、これを上で、やりやすいところで、やりやすいところで、お、惜しい。結構ね、えいって振っちゃうと右が触っちゃうんで、もうここにラケットセットしとこうか。じゃあおでこの上にラケットセットしてみようか。そうだね。で、ここで取ろう。ここでこっち側に。もうこれで完成。ちょっとまっすぐ打つような感じで。ちょっとトス前すぎる。もうちょっと後ろ。自分の近くで。そうそうそう。もうちょっと後ろでもいいです。頭の近く。おでこの近く。最初はこう来て、ここにあった方がいいかも。ここにあるとこっち行きたくなるから、ここにセットして、こっち、こっち。そう。左側を叩く。あ、いい感じ。そんな感じ。左側を叩く。うん、惜しい。これいっぱいやっていこう。うん。
ある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 。そう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 。明日一回黄色いボールしまって跳ね。これを同じようにやるんだけど、この羽がちょっと上げるの難しいかもしれないけど、風吹いててこっちに行くように右側に、この練習やってごらん、まずここら辺に向かってこっち側に、これがまっすぐだとまだトスが前すぎて右を触ってる感じが強いから、ちょっと後ろからこういう感覚で、そうそうそう、おお、そんな感じ。若干左の内側から入る感じ。そう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 、もうちょっとだね。あ、ごめん。バドミントンやったことある？ある。バドミントン結構近いプロネーション。そう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 。あ、ナイスサーブ。でもそんな感じはしない、結構そのぐらいの感じが大事。そう、ちょっとじゃあその感覚で打ってみようか。打つ前はトスアップした時は面が左に向いてる状態から行ったり、そう、このこういう状態から行っちゃうと置いちゃうから、うん、なるべくこの打つ面が当たる面が左に向いてて、こっち側に行くような感じ。そう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 。それをギュッと。トスがちょっとあれだね。惜しいな。トス前すぎると、もうちょっと後ろ下げてごらん。トス。トス後ろ目で。あ、そう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 。おお。いいよいいよ。近いよ林さん。近づいてきたよ。いいよ。いいよ、意外と恨みあったかもよ。お、来た、ナイスだ、できた、できた。できた、できた、できた。そんな感じ、そんな感じ。あ、そんな感じ、そんな感じ。ちょっと感触出てきたでしょ、コンチネンタルの。あ、いいね、いいね、いいね。センター狙えるといいね。センター狙いだとちょうどいい。右にさっきこのやる感覚で一緒で。あ、いい感じ。どうすか、先生、これ。分かってきた。これどう？これがいわゆるコンチネンタル系のサーブっすね。慣れだからね。慣れだからね。うん。これを向こうネットに向かって、まあ若干右に行く感じでいいんで、これを今度スポンジボールでとこれやっていこう。うん、もうバチンと思いっきりネットに向かって、ちょっと右に行くような。あ、そうそう。で、若干今右のスライスがかかって、右を触ってスライスがかかっちゃってたんで。まっすぐ飛ぶようにやってみようか。これをまっすぐ飛ぶように、まっすぐ飛ばせる。あ、そう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 。ちょっとさ、ボールの軌道が若干右から左に曲がっちゃってる感じあるじゃん。それがまっすぐ若干こういう感じで、ちょっと右に逆にこう飛んでいくような感覚で、あ、そんな感じ。そう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 。お、あ、そんな感じ。もしかしたらちょっと左側に上げて今みたいにやった方がやりやすかったりする。今ちょっと左にボールトス上がっちゃったでしょ。で、こうやって打ったでしょ。逆にうまくいったのよ、それが。ってことはトスが右すぎちゃうとこういくってことは、左側に上げてあげれば自然にフラットサーブ系、プロネーションをかけたフラットサーブ系が打ちやすい。そんな感じ、そんな感じ。そう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 、 OK、チェンジボール。お、近い近い、いい感じ。まあいいか。そう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 、それぐらいのイメージ。あ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。ちょっと分かってきたね。うん、今まで熱いグリップだからさ、どっちかって言ってやっぱ握っていく感じが強かったじゃん。こうやって
これが、これがプロネーションできるともう入れないよ。ほとんど今握ってない。ギュッ、軽くキュッ、軽くキュッくらい、うん、そう、惜しい。もちろんボールを待とう、落ちてくるところと、そこ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 、その感じ。足もっと多分横向いてごらん、横向いてごらん、もっと、そうだね、体ぐーっと回しながら、あ、そう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 、体ちょっと回しちゃってもいいし、ぐーって回しちゃってもいいし、そう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 、そんな意味、そんな意味いいし、うん、一回じゃあボール突きしようか、さっきの最初のボール突きしようか、短いグリップでいいか、うん、左、左上、左上、左上、そう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 、なるべくスライス回転かからないように、そう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 、そのリズム、そのリズム。ちょっと最初まだね、こう切っちゃってます、こういっちゃってます、こっちにしましょう、こっち若干こっちの最初今こういってます、こういきましょう、こっちこっち、人差し指側を握って、人差し指側を握って、あ、そう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 、小指側、小指側じゃなくて人差し指側を、そう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 、お、できた、お、できてるできてるできてる、これこれでいい、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 お、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、うんうんうん、いいよいいよ、いいでしょ、お、いいね、どうこれ感触変わった、はい、どうこの感じ、まあ、人差し指、こっち、うん、力、あー、なるほどね、やっぱ人差し指大事だったね、そう、分かんなくなるとね、ボール突きするといいです、こっからそう、ここで後ろにソフトケースがこういった時に一緒にグッと